事故物件にまつわる怖い話です。パッて目開けたらもう自分の横にはいなくって、その人自分の寝てる頭の方に移動してこうやって見下ろしてたらしいんですね。ということで続きまして大島ゼルさんお願いします。はい、これはですね、はい、私にしては非常に珍しく、珍しい人から聞いた怖い話、まあ、怪談と言います、はい、まあ、茨城の利根川にまつわるお話なんですけれども、はいはい、利根川が氾濫して洪水のようになってしまったと。それでその、まあ、いろんなものが流されてきた中に立派なタンスがあったそうなんです、はい、いろいろなそのアクセサリーといいますか、そのくっついてるもの自体が多分高いですから金目のものがあるというふうに考えて、はい、そのタンスを回収しようというふうにその地元の人が思ったわけです、はい、でもよく見るとですね、そのタンスに女の人がしがみついてるわけですよ。はい、まあ要するに川で流されて、はいはいはい、家の人がタンスにしがみついてれば溺れずに済むということを、まあ、引き出しというか棚がたくさんあるわけですから、その中に高そうな着物が入っていると、まあ、そういった中身も含めてそのタンスを引き上げたという時に、その捕まってた女の人を助けないで、わお前はいいみたいな感じでドボンとその放置というか、まあ結局その人は死んでしまったと、亡くなってしまったと。でそのタンスを手に入れて、しかも中に、まあ、濡れてはいますけどお高い着物がいっぱいあって、でそれを、まあ、多分きれいにして乾かしてっていうことなんだと思うんですけど、後日売ったらまあそれなりの金額になったということで、引き上げた人は茶畑を持ってお茶を作ってるという家だったそうなんですけど、まあその殴って殺したとかじゃないにせよ、助けられる命を助けずにほったらかしにして死なせてしまって、うん、自分はそのタダで手に入れたものを今度は売っ払ってお金をもらうと、はい、それを元にしてまたその、本業であるお茶作りに、まあ、投資したのか、その後こうどんどん財を成したというのだけれども、どうもそのお茶作りを営んでるその一家ではそれ以降不幸が続くようになってしまって、お茶の作ってる工場の機械に挟まってこの人は死んでしまったし、子供だか孫だか、まあ男が代々早死にしてしまう、病気で亡くなったっていうのも含めて、不幸が続いて、まあ、今はちょっとどうなってるかわからないんだけれども、はい、そしてその着物を中古で買った側の人がどうなってるのか、そこまではわからないんですけど、もしかしたらそっちにも不幸が及んでしまったのかもわからないんですけど、さらにその噂によれば、まあ、そういう悪いことをして財を成したんだという自覚があって、まあ、こっそりと床下で線香を上げ続けていくというふうに聞きました。ありがとうございます。ございます。いや、怖いですね。なんか昔って嫁入り道具で、はい、タンスってあったじゃないですか。はい、そうです。じゃあおばあちゃんの家にまだあるんですよ。なんかちょっと思い出して身近に感じてしまって悲しいですね。悲しくなっちゃいました。大昔の話ではないんですよ。そうか、最近、はい、割と最近まで、はい、
もすっごいみんな本当に大切にしてるはずだから、はい、悲しいですよ。だからこそやっぱり思いも強いでしょうし、やっぱり本当にその突き放された男性に、はい、が憎くて憎くてたまらなかったと思うんですよ。まあ、呪われてしまったのかもか。でも助けなかった男性もどこかで、はい、自分は歩いてるの気づいて、その女の人はどうこうじゃなく自らそういうふうに転落してっちゃったっていうこともありますよね。で悪いことしたらどこかで罪悪感を感じるはずだと思ってて、はい、まあ、しかもそのもともと溺れて瀕死死ぬ、もう死にそう、どうしようもない、助けられないっていうことじゃなかったなと思いますね、私は。結局その人助けちゃったら、そのタンスも着物も勝手に売れなくなっちゃうわけですよね、その人のものですから、はい、だからやっぱり死んでもらわないと困るというか、まあ、その、そういう意味でこう積極的に突き落としたりしたったのかなというふうに私は聞きながら思いました。悲しいな。最近でも遺品整理とかあるじゃないですか。亡くなった方のものを買って何かが出てしまった、見えてしまったっていう話はあると思うんですけど、もしかしたら買った方も何かしら今影響出てしまってるかもしれないですよね。そうですね、あのそこまでは私ももちろん追ってるわけではないですし、わからないんですけど、ただ確かにその今の話だけだと自分はそんなひどいことはしないんだと、だから大丈夫、自分は呪われたりしないんだっていうことでも終わっちゃうかもしれないですね、はい、でもそうじゃなくて着物をたまたま買っちゃったとか、はい、そういうその意図しないきっかけで、うん、まあ、自分にも害が及ぶかもしれないっていう、善良な皆さんでも何かのきっかけでそういう呪われたものとかにこう接してしまう、接点ができてしまうということがあり得るのかなと思います。確かに以前その女性にまつわる話で、はい、怪談師の山口彩子さんという方に来ていただいたんですけども、はい、骨董品さんで買ったその指輪に幽霊さんみたいなのがついていて、はい、なんかそのちょっと良くないことが起こってしまったりっていうのがあったんですよね。確かそれに自分が何いつどこで何を買うか本当に分かんないですよね。ね、そうなんですよ。あの結局そのそのつもりがなくても誰かを怒らせてしまうということに似てるでしょうし、はい、じゃあ新品を買えば問題ないのかなっていうふうに思うでしょうけれども、はい、どう頑張っても大抵中古しかないっていうものが世の中にあって、それが何かというと土地なんです。確かにそうだわ。あの、まあ、埋め立て地とかはありますけど、普通はまあ言ってみればこう中古なわけですよね。そうするとどうしてもこう土地絡みの階段というのはこうできやすくなる。家の上物は新品であってもですね、元々は何があったかわからないですもんね、はい、その買う人って。だからそうするとその人がすごくいい人で誰かに恨まれたりとか、あるいは自分のご先祖様も誰かに恨まれるようなことをしてなかったとしても、まあそういうところに足を踏み入れてしまうということがあり得るということですね。知らないうちに本当に、まあ、呪われたちっていうか、ちょっと本当に居道みたいなところにね足踏み入れたりしますので、本当に怖いことがあった場所ってマンションとかにできないじゃないですか。だから公園とかになってる場合ってあるって聞いたことあるんですけど、公園なんか行きますよね、しょっちゅう。そうですね、あとはあの学校を作ろうっていう時に、まあ余った使い物にならない土地が当てがわれると、まあ、だから学校絡みの階段が多いんだろうなっていうことですね。そうですね、あと市役所系も多くないですか。意外にそういろんな庁舎でも幽霊さん見るんですよ、はいはい、聞きますよね。こう学校と同じぐらいそうなんじゃないかなって思ってて、公共施設とかですよね、本当に。そうです、まあ、あの逆に一番
いいところを取っちゃう場合もありますけど、そうですよね、はい、でもまあ確かにそういうパターンもありますね。そうなんですよね。ちょっと本当に霊感がある人にはちょっと怖い、もうどこもかしこも怖い場所なのかもしれないですね。私が通ってた中学校がまさにそれで、今も移転しちゃったんですけど、はいはい、地元の人にその土地のことを聞いたら、あんなとこには住みたくないっていうところに中学校がボンって建ってて、それも結構歴史が古いから、もうずっと多分あそこの土地はやばいって言われてたんですよね。まあ歴史ある場所なんですけど、はいはいはい、ありますね。過去処刑場だった。そうですそうです、まさにまさにで、本当に学校の階段ってそういうところからやっぱ来てる気がしますよね。そうですね、はい、そうですね。過去を調べることって本当大切かもしれないですね、こう見ると。ありがとうございます。え、いるくない乗ってる乗ってる人。今誰か喋りました？絶対カメラに入ってると思う。だってすっごい聞こえたもん。なんか作り方も結構おかしくて、その処刑した血を洗い流してたところにプール作っちゃったりとか、うわーよくない、してたので、もう結構いろんなことが起きて、はいはい、やっぱりその土地に関係してるのかなっていうのはありましたね。ありますね、その可能性はたくさん本当にあります。